ナイスクリアだよね。ナイスクリアけど本当によく戻ったよね。戻ってよかった。そう、一応前こっち守備してんじゃないですか大輝くん。そうだからこっちで結構その後戻るって結構きつくないですか。そう、俺ここなんだよ。はい、でこの時に展開されたね、うん、いつぐらいかな、はい、こんぐらいで、はい、あのねお告げが来るのよやばいって。違う、俺も気づいて、この時に気づいて、はい、今走り出そうとしてる時なんだけど、はい、なんか本当に天の一声みたいに大輝戻れって言われて、はいはい、やっとさん、はい、やっとさんね、本当に、本当に、はい、声ね。そう、でも声的になんか神様の声みたいな感じで、この辺 で、まあ、動き出したんだけど、はい、本当に戻んなきゃと思って。ナイスコーチングですね。そう、これ戻れたんだよね。あ、ナイスコーチング。本当に神の一声だったってか、すごい神様の声みたいだった。まあ言ってなかったら入ってすもん、折り返しで入ってますもんね多分。似合い、多分ね、まあ直接も折り返しもいけた感じだからね。 ありますよね、うん、ここでこのタイミングで出演してたら先制点でしょ、ね、そう01でしょ、はい、ゲーム展開的にも、うん、本当守れてよかったかなっていう感じです。まあ、大体こういう時俺まただけ閉じます、とりあえず、うん、そうだね、もうまた通されたらノーチャンになるじゃないですかキーパーが、うん、だからもうできればまた閉じてっていう。歌がついてないね、これね。歌がついてます。俺もこれちょっと怖かったんだね、その瞬間、歌に入った瞬間俺のマーク外に。あ、そういうことですか。置き去りだから。俺でもどっちかというとこいつこれとかこいつとか、うん、これ歌かに打たれるより落とされて誰かに前向きに打たれるのが怖いなと思ったんですよ。これ大外。あ、そう、こういうやつに落とされるのが怖いなと思ったんですよ。でも逆に打ってくれてよかったです。そうそうだね、はい、しかも絶対打っても強いシュート置かないじゃないですか、うん、あれ後ろ向きだし。でもなんか今年こういうゴール前の局面でだいぶみんな体張れてるから、うん、そのなんだろうな、枠内に飛んでいってそうなボールでさえ、はいはいはい、あのそこまでいかないから未然に防げてるのは、はいはい、今の順位にいる一つの要因でもあるのかなって。ここでやっぱ3人いけてるし。確かに、まあ、このロングスローで失点っていうのは安もね、ちょっと崩されてるわけじゃないって。ゲームの流れ的にも、はい、セットプレーとかね、はい、ダメージは少しあるから、この時間帯的にもここでしっかり守れたのは、うん、良かったんじゃないかなと思います。はい、このシーンはそもそもまず龍騎がキャッチした時点で僕もう飛び出してるんですけど、これ結構もう大学時代からもう龍騎が持ったらもう僕は今コウスケ君のところに走るぐらいな戦術があったので、ちょっとこうあうんの呼吸じゃないですけど、龍騎がキャッチしそうだったら飛び出るみたいな流れはずっと持っていて、まあ、それがうまく生きたのかなっていうのと、あと最初は自分でできるだけ推進力持って運んでいこうかなと思ったんですけど、大外でフリーのコウスケ君が見えたんで、まあ、そこを使えて、まあ、入らなかったですけど最後シュートまで行けたっていうのは、うん、流れとしてはすごく良かったのかなと思います。いいカウントでしたよね。そうだね、はい、これ左からルキアも上がってきてて、はい、本当はそっち使おうかなと思ったんだけど、ルキアすごいスピードで走ってきたから。ああ、走ってますね。だからそれに釣られてくれたから、はい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 、あでフリーになったんですね。こっちの目線も多分ルキアの勢いに結構目線持ってかれてて空いてる感じだったから、うん、ちょっと使えてシュートまでいけて、まあゴールできれば一番良かったでしょうけど、うん、良かったと思います。お互いの意図が通じ合った、いいプレー、いいプレーって自分で言うのもあれなんですけど、いいプレーでした。はい、ありがとうございます。良かったかなと思います。いや大輝くん結構左足めっちゃ蹴りますよね。そう、あんま遜色なく蹴ってますよねいつも。そう、それそう、そういうあのストロング。そうですよね、俺結構なんかカットインして左足のシュートパンチとかおすげえなと思って言わないですけど。いや、もっと言った方がいいと思うよ。言わないですけど思ってました。先輩ちょっと叩えないとやっぱり、はい、言わないですけどパンチあるなと思って。でも本当にここ両足蹴れるっていうのがすごく生きたシーンかなと思います。まあ、もちろん右で持ち替えてもよかったと思いますけど、ああやって、なんだ、時間かけずに相手のゴールに迫れたんで、うん、両足蹴れてよかったなと思います。
康介君からパス来るのダイレクトで。ああ、そうだったね。これこれこれ、ね。で、ワンツーして。ナイスワンツーしたの俺。俺、翔太にあったんだけどね、これ。ちっちゃいね。まさかちっちゃい翔太、うん。いや、よく空いてんだよ、大宮線からニアの翔太。これね。ここすごいっすよね。いや、その今の1回ね、出し入れが。食いつかせてね。はい。いや、素晴らしいっすよね。これ、いやね、やっぱりこうゴンさんがニアにこう1人入ろうって言ってて、やっぱショートもちゃんと入ってるからこそあそこに当たってクリアがこぼれてくるってのもあったし、でその後ろも山ちゃんが入ってきてて3枚ぐらいしっかり入れてたから。最近言ってますもんね、あのクロスは絶対3枚入る、ニアと人数をかけてこうって言ってて、まあ、それが出ましたよね。まあラッキーもあったかもしれないですけど、人数かけてますもんね、うん、しっかり。そうだね、はい、なんかラッキーっぽく見えてやることやってるからこうやって転がり込んできたみたいのはあるよね、はい、今シーズンこういうゴール多いけどちゃんと続けて継続してやってきたっていうことがそういったことも呼び込んでるのかなとは思いますね。このまま3連勝して優勝を決めれるように頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、今シーズンもここまで応援ありがとうございました。シーズンも佳境ですけど、J2 優勝を目指して、残り試合もチーム一丸となって戦っていきたいと思いますので、熱い応援よろしくお願いします。